ホラポス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます、皆さん。ゆる時刻は8時56分。今日はここ、じゃん。生野駅にやってきております。渡ってすぐのローソンで、行動食的なものを買いまして。で、ここから、今日は関西百名山弾丸峰に向けて登っていこうと思っております。はい、コース調整は親玉から第何座ですかね、今日は。第74座です。74座。はい、弾丸峰に行って、はい、ピストンするか周回するか道の状況によって決めます。はい、多分大雪です。はい、行ってみよう。めっちゃ登山口って書いてる。じゃあ左に入るんやな。うん、トンネル。トンネル上。はい。えらい雪ですね。すごいね。めっちゃ遠かったもんな、ここに来るまでのアクセスが。はい。ちゃんと撮れてるんですかね。すごいね。はい、時刻は9時40分です。はい、歩き出してから45分経過しております。はい、距離は 3.2 キロ、はい、登山口という表示がありました。ここ駐車場になってるんですね。はい、これトイレちゃう。あ、大丈夫、ね、いっとく。はい、お手洗いもございます。はい、氷になってますね。ちょっとこれはだいぶ溶けてるような感じです。日当たりが良いですね。はい、逆に雪がある方が分かりやすい。はい、今のところはアイテムをつけずに登ってます。かなり熱い、汗が出ます。暑っ。風が強いからよく暑いね。うわ、綺麗だね。多分、あ、すごい綺麗ね。あの、どっかなんやろな。おお、どっかなんやろな。うん、歩きやすいよ今の。おう、
だいぶ氷から雪になってきたな。お他の人の足跡見てもね、あのアイゼンじゃない、靴靴、うん、時刻は10時11分、はい、距離は 4.1 キロ、はい、だるまの肩ポイントに到着しました。だるまの肩が。だるまの肩。空がね、なんかこう青空でね、雪の白と相まって、すごい景色がね、綺麗なんですよね。撮るよ。おぉ、すごい山々。やっぱりね、体力使うよね、登るのね、うん、すごい。時刻は10時24分、はい、距離は 4.5 キロ、はい、だるまが峰、ね、標高 912.7m に到着しました、はい、いやー、素晴らしい景色やね、うん、風も今日はなくてね、ほんまやな、ほんまやったらもうボーボーやと思う、これ、うん、今日はちょっとラッキーですね。行ってみよう。あ、こっちか、この辺りか。おぉ、すごいな。すごい。雪が柔らかなってきたな。もっと風が吹いてると思ってたんですけど、はい、意外と的にはすごい吹きっぱなしの地形のはずなんですけど、今日はね、無風状態。そしてもうね、人気の山形県トロンサートがすごいんですよ。おお、ね、全然アイデアなしで出てますね。え？めっちゃ猿が通った後みたいな感じやろ。ほんまやな。荷物をこうやって引っ張ってんのかな。あ、ほんまや。うん、どうよこの景色。すごい、これ大きな足あったよね。これなんか履いてはんのか、これは。あ、漢字機やろ。漢字機か、うん、巨人か。いやー、これ漢字機を使いたくてわざわざこっち歩いてる。そうやな。せっかく強くてんからな。すごいな。大絶景ですよ。ノーマルに菓子パンを買いました。ふんわりとしたコッペ、スバン&マーガリン。あ、欲しそう。ありがとう。食べながら行きたいと思います。
だいぶ登らなあかんな、それやったら。おお、いえ。めっちゃ遠く見えるけど、弾丸峰まであと85分ポイントまで来ました。はい、最低コール時刻は10時58分。はい、距離は 6.5 キロです。はい、さあ、いよいよ弾丸峰まであと1時間半ほどということですね。はい、行ってみよう。おう、いや、ここまでの道ね、うん、このソリみたいなのを引きずってる人がうまいこと道作ってくれてんねんけど、これなかったら膝上まで足埋まってるぐらいの雪深さでしたねえ。おう、山盛り積もってるよね、この葉っぱにもね。もう山盛りやで。上の方も。ね。もうちょっと高くなったらバサバサってくる。すごい。日常感の半端ないよ。なあ。うん。せやけどあれやな。樹氷でもない、無氷でもないな、これは。まあ、ただ積もってるだけってだけ。これはこれ。上に雪が乗っかってるだけっていう感じやな。そうやね。うん。あれはすごい気象条件が整わんとできるからこその強かったよ。ダメ。これトレース様々やで。なかったら感じないと歩かれへんで。道がついて、足跡があって、歩きやすくなってるんです。ああ、雪質がまた変わってきた。キュッキュッってなってる。うん。大人のデートよね、これね。雪が眩しい。ああ、目やられるやつやで、これ。青空、はあ、青と緑と白の世界。お、三色釣りね。雪か雲か分からへん。ああ、うまい表現やね。確かに。おお、わあ、すっごい。これはすごい。どっからどこまでが雪でしょ。そうやね。ちょっとなんかほんまにね、りゅうちゃんのその雲と雪の境目が分からへんっていう表現がすごいぴったりな。もうほんとなんか感激すんな。おお前ら、これ足跡がなかったらルートが分かりません。ここにテープがありますけど。おお。ああ、そうか。無雪地でも来てみたいな。おお。こうよ。すごいな。すごい。この腹っぱ。あ、テープある。いる人はズボーやで、やっぱり。はい、入りますよ。ってるんやで、これな。すごい。ちょっとお目にかかれない。これ大草原なんやろな、ほんなら。そうやな。やっぱちょっと紅葉を見に来なあかんな。うん。リバイバル関西100メーターに入ったの、これ。来たの。うん、素晴らしい景色です。もうすごい、ほんとすごい、うん、なんか心洗われるって感じ。はい、本日我々は南極に来ております。
南極探検隊であります。南極に怒られるで、すっごい南極。いやでもね、なんか大人になってからこんだけ雪まみれんとこ行くことってあんまりないからさ、ほんで大体山の中って木立が高いやんか、このなんか何もないとこな、そう帝国ぶり、この景色がなんか本当になんかいいようやなこれなあ、すごいよ。そうやね、見慣れない景色っていう感じ、どっか座る、はい、はい、時刻は11時29分、距離は 7.6 キロ、はい、東ヶ峰山頂に到着しました、はい、これは山頂っぽいですね、微妙に1082m です、我々はここで稲荷を食べたいと思います、はい、あそこやね、あ、きっとあれやね、うんうん、あそこで頑張る、じゃあ頑張るか、頑張るか、うん、頑張ることにします、はい、綺麗なの雪だね、プスっていくで、うん、プス、おほら、いくよほっ、わちょっと太っちょの雪型、うわじゃんきました、行け、ほっ怖っメガネ外していけばいいのに、ここんな感じになりましたりゅうちゃん滝に打たれるような男やったのに、最近こういう冒険せえへんねん言うたらね、ご期待に沿ってくれたんですけど、ちょっとなんか痛々しいですねやらしといてなんですけど、ちょっとじじい無理してあげませんね、はい、こんな感じでした。あれスマホ、りゅうちゃんの鼻水なんでやあの辺とかもな、おお。綺麗やな、わあ、あの木めっちゃ埋もれてる雪に、あーこれほんまやね、うん、なんか布団かぶってるみたいうまい表現へえー、ここであれやな、鎌倉できるな、うん、意外と暖かいじゃん、うん、きい、あーほんまやね面白いね、こんだけ折り重なってるとも布団かぶりまくりやで、あのこんな歩きやすくしてもらってな、うん、すみませんって感じやで、ね、見るものすごい、かわいい、これ全部ポンポンみたい、おーせーな、ポンポンみたいなポンポンみたい、花が咲いたよって感じ、お雪の花が、ほんまやなー、
じゃあ12時2分、はい、9.4 キロ、はい、これ関西百名山は第74位登場しました。そうにまくっとく、はい、意外と遠いだが見えない。お前な意外と遠かったです。よし休憩しましょう、はい、写真も撮りましょう、はい、まずは GoPro 電源オフ。サブ。いつもなんか赤いのチカチカしてんな。GoPro 電源オフ。微妙。GoPro 電源オフ。12時23分です、はい、出発です、はい、ループすることにしました。テープ見てノーマルに踏み抜くわ。ギャグ漫画みたいになってるで、やった。これはちょっと大変です。ここまでずっ、ここでおおマジか、あーすごーい、きれすごい。いや雪の量やばいけど、まあでもやっぱり行きしなに見てない景色が見れるっていうのは魅力やな。漢字機いりますよ、みんな。すごいねこれ。私が先行ったらそうやで、この絵面の面白さを見せたのが。時刻は、はい、
48分、はい、10.7 キロ、はい、ちょっとやってるのかどうかわかんないですけど、カフェみたいな。閉まってるやろ。閉まってるやろ。閉まってるか。ウィークエンドでやるらしい。この辺また雪深いですね。ズボッとなりました。現在ちょっとガミで、段ガミで登山口って書いてる。っていうことはこの先もずっと林道なんじゃん。そうや。イエーイ、もう終わりやな。ちょっとね、恐怖を感じるぐらいの雪の量でしたわ。またまで埋まりましたよ。イエイ。林道にもだいぶ雪は積もってます。でもゴボッとはまることはないので安心です。ここの林道に出るまでは一番恐怖を感じましたね。あの山頂からこっちに向かう道はあんまり人が通ってないもんやからね、道が踏み固められてなかったのよ、うん、ほんまにね、膝までどころかここまで来たからね。純吉のロイホ編。おお、純吉さん、最近ロイヤルホテル、ロイヤルホテルちゃうわ。ロイヤルホスト頑張ってるらしいですけど。そうなんですよ。キッチンでね、アルバイト始めたんですよ。はい。でね、あの、いくつかのね、あの、立ち位置分かれてるんですけど、私今、あの、焼き物係、肉とかハンバーグとかをね、焼くところに立たせてもらってるんですよ。はい。もうね、まあ、まずパンケーキ、はい、パンケーキがね、最近だいぶ上手に焼けるようになってきたんですよ。あれね、生地の状態、温度とか混ぜ具合で生地の広がり方が違うもんやから、どんぐらい流したらどんぐらいの大きさになんねんっていう見極めやら、どのタイミングでひっくり返したらどんぐらいの焼き色になんねんだとか、時々によって違うわけですね。そうやね、うん、いやもうね、料理って奥が深いなってね。いつも均一なこの仕上がりになるためにね、やっぱり経験と回数を重ねなあかんねんねっていうね。うん、そして、すごい豊富なメニューやもんね。そうなんですよ。付け合わせは何が何個とか決まってるもんやから、このソースの時にはこの付け合わせとか、もうね、覚えることが盛りだくさんでね、もうボケてる間はないですよ。もうボケてる間ない。いや、でもね、先輩らをね、すっごいそれをね、テキパキテキパキね、もう鬼のように入ってくる注文、パパパーとこなすわけよ。もう私もね、もう1年以内にああなれるようにね、頑張ろう思って。頑張れ。頑張るぞ。週5でバイト入ってます。頑張るぞ。給食も頑張る。はい。以上です。はい、こちらからは以上です。見事。ふっといな。あ、これこっち側から見た方が綺麗だな。いや、ふう。おお、キラキラ、すごい。楽しいね。安心の林道歩きです。え、安心の林道歩き。安心感半端ないわ。半端ねえ。クリちゃんすぐ物品注文する。おお、どうですかこの木漏れ日具合、この杉林と。うん、まああの生き品の段ヶ峰からのうわーっていうこの景色はないけどなあ。うん、ダンガミネっていうか、ほらほら、ふき、ふちがみね、何やった、ふうなんてらみね、不動、不動がみね。なんかそんな感じの、うん、おーっていう、あの稜線上の景色ではないけど、これはこれでね、うん、多角的にダンガミネを楽しめるって感じですね。ほんといろんな景色がね、いろんな角度から楽しめてね。おお、あの上を歩いとったんやと思ったら感慨深いよね。おお、
のショートカットで。ああ、出てくるとこか。ああ。不当ヶ峰。うん。不当ヶ峰って。そう、不当ヶ峰や。滝登りコースとかあんねや。ほんまに。なあ。へえ。だいぶ降りてきたね。うん。これ。へえ。もう。じゃあ。熊注意。ジンジン。なんかぼんやりしとったら見逃すとこやったわ。ふと。うわ、うん、ねえ、これ全部やで。はい、おいえい、おーおーコース完了やった、時刻は2時22分、はい、19.1キロ、はい、なんとスタート地点までループしてきました。いやもうね、山頂から林道の起点に抜けるまでは、うん、こういう、はい、2時22分に、あそこの登山道の起点まで戻ってきました。はい、ピストンする場合と比べてどうだったですかね、リュウさん的には。あの最初急遽やったから、それをまた降りてこなあかんと思ったらちょっと怖いなと思ってんけど、はい、うんうんうん、林道がね、うまいこと走れたから、うん、よかったと思うけど、うん、周回の方が、うん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 、うん、あの今回は雪が、あの林道もすごい残ってて、そのつららであったりとか、見上げた時の空の青さと山頂の違う角度から山頂を眺められるやん、うん、ああいう面では楽しめたかなと思いますね、うん、ただ全くの雪のない時期でひたすら林道歩きずっと歩こう思ったら2時間はかかるやろから、そういう意味では辛いかもしれへんなっていう感じでしたね。はい、うん、おっしゃる通り最初はね、すごい急な登りで雪ずるずるやったんで、あれは絶対滑ってこけ取ったなっていう感じの道ではありました。まあ我々は今回ぐるっと周回できて、これ今回良かったなって感じでしたね。はい、あとは駅まで向けて3キロほど走ってゴールしたいと思います。はいはい、はい、時刻は14時48分、距離は 22.3キロですね、はい、じゃん、生野駅に戻ってきました。快適でしたね、今日最高でしたね。景色も良かったし超最高でしたね。であそこのローソンポイント高かったですね、あそこでパン買ったおかげで命拾いしましたね、はい、腹ペコでした。りょうじさんどうだったんですかね、記念すべき第74座ね、はい、どうでした。あの山頂から降りてくるときに、はい、もう膝の上ぐらいまで。といえば並んで座ってるやつ、教えてもらったんですよ、生姜醤油で食べるらしいんですよね、姫路おでんです。そうそう、姫路といえば姫路おで おでんらしいですわ。これ姫路城の形をかたどったこんにゃくに、姫路おでんというのは生姜醤油でいただくものらしいです、ね、これ早速いただいてみたいと思います。卵からやな、いただきます。これ新しいね。生姜醤油。なるほど。これ合うわ。合う。りゅうじさんもぜひ召し上がってみてください。はい。というわけで、姫路のピオレお土産館に着きました。私は醤油のセットです。はい、はい、姫路城行きましたね、こんにゃく。うん、うん、うん、どうよ。おいしい。おいしい、爽やかよね、この生姜ね。そうなんよ、出すと意外に合うよね、生姜醤油。家でもやってみようかな。オッケー、オッケー、よかった、オッケー出ました。